ヤンコ軍曹のラジオコーナー。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日も元気にラジオコーナー行きたいと思います。はじめに最近知ったことなんですけど、以前東京都知事をやってた石原慎太郎さんが先月亡くなられてたんですね。そして奥様も今月の8日に亡くなられたということをちょっとニュースで知りました。よく仲の良い夫婦ほど後を追うように死ぬって言いますが、それだったのかもしれませんね。まあちょっと私はその夫婦間のことちょっとよく知りませんが、ご冥福お祈りいたします。それでなぜいきなりこんなことを話したかと言いますと、昔私が通っていた学校の名誉校長だったんですよ、石原慎太郎さんが。それで何度も学校で見たことあるんですよね。だからちょっとびっくりしちゃったんで、この場を借りて話させていただきました。全く話がちょっと変わりますが、先日の夜でっかい地震びっくりしましたね。まあ、揺れた地域は東北が震源で関東地方まで揺れてたんですけど、だいぶ長く揺れてたんで東日本大震災をちょっと思い出しちゃいましたね。それで津波がすごく心配だったんですけど、そんな大きい津波とかの被害出なくてよかったですね。それでもう一つちょっと今度は私の身に起きた最近の出来事なんですけど、私のちょっと他のシリーズの動画でにゃんこファミリーっていうのがあるんですけど、それのナンバー146でちょっとラップっぽくちょっと歌ってるのがあるんですけど、そのお題が小村くんの歌だったんですよ確か。それで小村くんっていうのは小村帰りのことなんですよ、ただの。そしてつい先日ですけど、その小村くんにまた寝てる時夜中襲われて、いてててててててってなったんですけど、もうどうしようもう対処できなくて結構なダメージ受けましたね。最近急に気温がちょっと暖かかった日があったんで、ちょっと寝てて布団から足出しちゃって冷えちゃったことが原因でしょうね。皆様も忘れた頃にこの小村くんは狙ってきますから気をつけてくださいね。しかし真夜中だったんですけど、この小村くんに襲われた後、なぜか私のこの頭の悪い私の頭の中にいろんな小村くんの歌の歌詞が舞い降りてきたんで、近々またちょっと久しぶりに軍曹のお歌のコーナーでちょっと披露してみたいと思います。あれ気づいたらもう3分もこの初めからの語りで喋っちゃってますね。じゃあこのままちょっと今回はラジオで聞いた話ですが、面白い話があったのでちょっと話したいと思います。まあ世界に一夫多妻制の国っていうのがアフリカ大陸を中心に結構存在するんですけど、その中のどこの国だったかちょっと忘れちゃったんですけど、とあるカップルの話で、その男性はナターシャさんっていう人と付き合ってたらしいんですよ。それでナターシャさんともうしばらくちょっとデートとか積み重ねて、だいぶ付き合った挙句結婚をしようっていう話をそのナターシャさん家に打ち明けに行こうとした時の出来事なんですけど、それである日その男性がナターシャさんの住んでるお家に伺った時の出来事なんですけど、初めにナターシャさんが出てきてくれたんですよ。そしたら続いてもう一人そっくりナターシャさんそっくりの人がもう一人出てきたんですよ。それで男性は双子だったんだって驚いたらしいんですけど、どう見てももう本当にそっくりだったらしいんですよ。そうしたらなぜかもう一人出てきたんですよ、そっくりの人が。それで3人は一卵性の三つ子だったんですよね。でもその彼は見分けがつかないらしいんですよ、そっくりすぎて。それで名前がナターシャさんの他にナレーシャさんとナリーシャさんっていう、その3人の姉妹だったんですよ。それで今まで3人入れ替わり立ち替わりデートしてたらしいんですよ。結局彼はこの3人と結婚したらしいです。気づいたらお時間です。終わります。